I appreciate 高梨いつきです。この動画では私が子供に送った46のバッドプレゼントについて一つずつ説明をしています。無楽単1エピソード。そんなことする子じゃないと思っていたのにがっかりした。ああやっちゃった。子供が出した結果や成果について評価をし、楽単してみせることで次は頑張らせようと思うようなネガティブな考え方しかできない親でした。2. なぜバッドプレゼントなのか。子育ては山坂ある人生を落ち込まずに乗り越えていくタフな精神力を育てることにあって、些細な物事の結果を評価しがっかりしてみせることではないからです。子供のやることに大げさに反応していると他人のやることに対しても反応し評価する大人になってしまいます。3. どう振る舞えばよかったのか。そんなことする子じゃないと思っていたのにではなく、いろんなことがあるけどいちいち気にしなくていいからねと言えばよく、こだわりを捨て執着しない方法を教えればよかったのです。子供には謝っても謝りきれないですね。一生懸命育てているのになぜかうまくいかない。どんどん関係が悪化していく。同じ子育ての苦しみを背負っている人のために自分が犯した過ちについて書き動画でシェアしました。参考になれば幸いです。 I appreciate 高梨いつきでした。じゃあまたね。バイバイ。